大大正時代に起きた関東大震災から、今年で100年でです。当時の火災やいわゆる朝鮮人虐殺事件などを描いた巻物が近年見つかり初めて一般に公開されますあの激しい被災の状況とかですねそういう絵がずっと続くんですけどいきなりその朝鮮人虐殺の場面がすぐ近くに住宅がある場所でそ,のそれも公然と。 制服を着た群衆が刀や槍のようなもので人を襲い街には火の手が迫ります2年前に発見された関東大震災絵巻です描かれているのは誤った情報によって多数の朝鮮半島出身者が虐殺された事件だと見られています大正15年帰国と記されていますが作者については手がかりがありませんでした 日本の近現代史を研究してきた新井さんの調査で、大正時代に福島県に住んでいた元教師が帰国と名乗って画家活動をしていたことを突き止めました。定量の念を促しと書いてますね。厳しくちゃんと反省してじっくり物事を考える。虐殺してしまったと。そのことをちゃんとね、後世の人たちがあの絵を通して、 学んでほしいということをまあ僕は訴えているんだと思いますよ。この絵巻は5日から東京新宿区の高麗博物館で一般に初めて公開されます